おときたしブチギレ、怒っていいのは家族だけ。衆院選東京1区で落選した日本維新の会のおときた衆氏、41、が11日、X、旧ツイッター、を更新、国民民主党の玉木雄一郎代表、55、がこの日、一部週刊誌のウェブ記事で報じられた、元グラビアアイドルとの不倫デートの内容を認め、謝罪した件に私見を述べた。おときた氏は、今朝の週刊誌報道に関して記者会見を行います、などと記者会見を告知する玉木氏の X ポストを引用。私も週刊誌で散々プライベートや家族について報じられてきましたが、本質的には玉木さんに怒ってよいのは家族だけ。騒動になったことが有権者の判断材料になるのは仕方ないとしても、仕事や結果で返すしかない。個人的には代表などの役職を辞する必要もないと思います。率直に謝罪した姿勢には敬意と綴った。玉木氏をめぐってはフラッシュのウェブ記事で、元グラドルで玉木氏の地元香川の高松市観光大使を務めるタレント小泉美由紀39との不倫が報じられた。この人内で会見し、概ね事実です、本当に申し訳ございませんでしたと謝罪。妻には全て話したとし、こんな大事な時期に何をしているのと叱責された。全くその通りだと述べた。代表の進退は仲間に諮りたいなどとした玉木氏は、特別国会召集日のこの日、午前9時から石破茂首相との党首会談を終えてから議員会館に移動し、記者会見に臨んだ。これは完全に風向き変わったな。ネット民乾杯ですわ。芸能人の時にまそう言えよ。いらねえ援護射撃だな。誰だよ。別に人の感想に口出すなよ。不倫は裏切り、そう思ってるこいつも嫌い。政治家には権威があるからそれは違う。権威があろうが、仕事すればどうでもよい。日本人は自分たちの民族が清し人の集まりだとでも思ってんのか。海外と一緒でクソばかりや。無職に言われたくないやろ。お前が言うとなんか腹が立つ。しゅんちゃんもクズだから仕方ない。そもそも無職だろ。セキュリティクリアランスのことを考えれば、全国会議員が不定はダメなの。正論だわ。愛人の一人もいない懐狭い国会議員なんて、トランプ相手に通用せんだろ。玉金は下半身も玉金でした。じゃあ思いっきり気持ち悪がるわ。黙れただの人。それは全ての不倫スキャンダルに言えよ。重要な立場にある政治家だけ特別扱いでは批判されるだけだよ。信じられるのは素肌だけ。不倫は文化、どうでもいい。玉木は政治で頑張れ。それは違うな。外交無理っしょ。政治家の不祥事や不正は全部国民の誤解だし、引きに切れば税金から毎年数千万円もらえるし、ちょろい仕事。蓮舫さんにも意見聞きたいですな。蓮舫、今井、世襲、本当に本人ちょろすぎ。でも笑うの分かって。次は国民か。怒ってないよ。面白いから叩いてるだけ。おときたま大臣の看板つけて喋ってんの。うさんくさい連休しか擁護してないな。宮崎さんの時も擁護したのかよ。落選議員、無職が喋って記事になるのか。意外とまともなことも言うんだな。お前出てくると逆効果だぞ。これは正論。玉金コンビだな。そりゃ一般人ならそうだけど、この人は国会議員だから無理でしょ。投票した人は怒っていいよ。不倫してマースで当選してないんだから。仕事きちんとすれば不倫がどうのは全て吹っ飛ぶがな。不倫自体誰かを裏切る行為なんだから、裏切る人だと思われる時点で政治家として致命的すぎる。人を裏切るという意味でならそうだろう。では公約政策を実現させたなら、それは果たして裏切ったことになるのかね。実現させてから言え。家族を裏切るような奴は公約も裏切る可能性が高くなったということだよ。政治家としての期待値が地に落ちた。別に怒りゃしないよ。ただただ信用に値しなくなった。アウトを次の人どうぞってだけ。吹っ飛ばないよ。仕事は仕事、倫理は倫理。財務省の差し金かもと思ってる人が大半。落選したのを怒っていいのは家族。無職が偉そうに笑。不倫しただけでその人の功績全てが否定される風潮は頭おかしいと思うがね。一般人は不倫しまくってるのに、有名人が不倫するとオーバッシングする日本人がおかしい。令和太郎の元ボランティアの時も、私は全てを知ってますみたいな感じでケチつけてたよね、こいつ。別に怒ってないだろ。議員の資質を疑問視してるだけ。レマルクとかもそうだけど、不倫で嫌な思いした人がフラッシュバックするからね。不倫にトラウマがない人はわからんだろうなぁと。ツボ仲間が擁護しに来てるってことはやっぱりそういうことですね。不倫してようがまともな政策やってくれてやそれでよい。なんだこいついいやつじゃん。これ仲が起きるんだよ選挙はな。それはそうなんだが、今まで不倫が発覚した政治家は離党とか何らかの制裁を受けてきた。それが玉木だけ例外ってことになると、今まで制裁受けてきた奴らが納得しない。玉金をかばう金玉体重おじさん。不倫してる玉木と不倫してないのだなら前者を選ぶ。いじめや犯罪の類の反応と同じなんだよね。それで傷ついた人がいる限り反応はある。当事者だけの問題ではない。奥さんが不倫されて傷ついたって発信してるならと同情して批判するのもわかるが、それもない。
不倫で傷つくのは奥さんだけではない。親父が不倫で蒸発して、母親は精神病になり、精神病も母親とずっと見暮らしてきた子供などを想定してるか？どう責任取るんだ？契約書でお互い不倫を容認するみたいなヤバい夫婦関係だった人だっけ？不倫は文化。